今日も納屋の2階に来ております。今ね、ビルマホシガメとインドホシガメがいるケージの前です。少し前にね、餌を与えて、まあだいたい食べ終わったのかな。まだこのちっちゃい子が少し食べてますけど、今食後の運動って感じですかね。シェルターの上にビルマが登ろうとしてますね。で、今日は何をするかというとね、こちらのケージにこの爬虫類植物用加湿器フォグを取り付けたいと思います。結構ね、使ってる人多いと思うんですけど、うちはね使ってなかったんですが、こういう霧吹きとかでね、この中に霧吹きしたり、あとこの100均のね加湿器をつけて、ここを締め切っておけばね、まあ、最低でも 60%、 まあ大体 70% ぐらいをキープできてます。まあこういう水入れがあったりね、ここで水浴びして、こういうところで温まったりしてね、でここの水がね蒸発して、またね湿度が生まれるんで、結構湿度は高いんですけど、毎日霧吹きとかこの100均のアイテムにね水を足したりしなければそれは保てないんで、ちょっとねこちらのねフォグに頼りたいと思います。じゃあ早速取り付けしていこう。はい、フォグの準備ができました。でね、このホースをね通さなきゃいけないんですけど、こちらのケージにね通る穴が開いてないんで、この壁のところにね今から工具で穴を開けたいと思います。よし、ちょうどねうちに 27mm のこのアタッチメントがあったんで、これでいっちゃいましょう。どの辺がいいかな。とりあえずこの真ん中ぐらいにしとくか。なかなか頑丈ですね。こういう合板だからね、間のところで止まっちゃってるな。よし、はい、開きました。よし、じゃちょっとここをね掃除してホース通していきましょう。はい、穴も開いてね、ホグの準備もできましたんで、とりあえずホースをね、この短いやつを3つ連結してちょっと通してみますか。ここからこのように出して、3つはいらなかったか、2つでいいかな。じゃあこれ1つ外しちゃいましょう。一応ねホースをこんな感じに取り付けてみましたんで、やってみましょうか。これでスイッチオン、出てないか。ちょっと強めにしてみましょうか。おお、出てますね。こんな感じでフォグの蒸気が出てますんで、ちょっとカメたちに浴びせてみましょうか。今日これ開けっぱなしでね、ちょっと甲羅が乾いちゃったんで、少し乾いてるね。あ、水入れの中入って湿気を求めてるね。じゃちょっとこのインドホシ、ちっちゃい子をね、はい、いいね。ちょっと餌皿をどかして他の子たちも連れてきてみようか。はい、どうでしょう。みんなで蒸気浴びてます。いいね。これだったらね、このタンクにね水だけ補充しとけば、朝晩霧吹きやる必要ないからね。いい感じです。これフォグをつけたんでね、こちらの100均のね加湿アイテムは他のケージで使うことにしましょう。
これをどかせばね少しは広くなるんで、よし、よかったです。もうこのインド星のちっちゃい子なんかずっと浴びてるね。気持ちいいんだろうね。よし、じゃあ今日はこんなところで終わりにしましょうか。それじゃあ皆さん、またねー。